デオバンドニコラスデオバンドは、貴族出身のスペイン軍人で、アルカンタラ騎士団の騎士。1502年から1509年まで、西インド諸島のイスパニョーラ島の第3代統治者であった。ニコラスデオバンドは、1460年、カスティーラ王国で生まれた。ディエゴ・フェルナンデスでカセレス・ヨバンドと、エルナン・コルテスの遠い親戚である、第一夫人のイザベル・フローレス・デラス・バリージャスの、 息子として、後期で経験ない家に生まれた。彼は、アルカンタラ騎士団に入隊し、司令官となった。テンプル騎士団と比較されるアルカンタラ騎士団は、1156年に設立された。彼の最初の本名は、ディエゴでカサレスヨーバンドであった。指揮官として、彼は、スペイン国王や特に女王イザベル一世に、評価されていた。1501年9月3日、スペイン王は、 前任のフランシスコでボバディージャに変えてオバンドを西インド諸島の統治者活総司令官にした。この人事にはクリストファー・コロンブスの前任者への不満と要請があったとされる。1502年2月13日、彼は13隻の艦隊を伴いスペインを出港した。これは新大陸へ向かう艦隊で過去最大規模であった。13隻の船が2500人の入植者を運んだ。 コロンブスの初期の居住者とは異なり、植民者グループは意図的にスペイン社会を代表し、組織することを選択した。オバンドの計画は西インド諸島を経済的に発展させ、スペインの政治的、宗教的、行政的な影響をこの地域に拡大するというものであった。後に南米の西部を探検し、インカ帝国を征服したフランシスコ・ピサロをもかれと同伴していた。 別の船には、後に、インディアンの保護者として知られる、バルトロメデラスカサスも乗っていた。1502年、知人であり遠い親戚であったエルナン・コルテスも、オバンドと共に、アメリカに行く計画があったが、コルテスが怪我をして、彼の渡航は延期された。1502年、オバンドが、イスパニョーラ島に到着した時、原住民の反乱があった。彼は兵を用いて、 反乱を容赦なく鎮圧した。イスパニョーラ島におけるオバンドの統治時代は、インディアンを最も残酷に扱った時代の一つである。1492年、スペイン人が到着した際、原住民の人口は約50万人と見積もられている。しかし1507年の調査によると、原住民の人口は6万人にまで減少していた。オバンドは、イスパニオラ島に多くの町を建設し、 工業を発展させ、サトウキビやカナリア諸島から輸入した作物を栽培し、新地の発見につながる遠征体に権限を与えた。スペイン王は、原住民を食物を供給するための労働力として使用することに関心があっただけではなく、近郊の鉱山より金を採掘させる労働をさせることにより原住民を搾取しようとした。1501年、オバンドはアフリカのある スペイン語話者の奴隷をアメリカへ輸入することを命じた。多くのスペイン人エリートたちは自宅で召使いとして少数の奴隷を注文した。奴隷の多くは砂糖をきび畑に労働のために送られた。1509年オバンドは国王フェルナンド2世に呼び出されスペインに戻った。国王はオバンドとの約束を守り女王イザベル1世の最後を見取らせた。 オバンドの任務はディエゴ・コロンブスに引き継がれたが、彼のすべての所有物の所有の継続は認められた。1518年5月29日、彼はスペインのマドリッドで亡くなり、サンベニートでアルカンタラ教会に埋葬された。ありがとうございます。